イタリアの様々なロングパスタ。下から5番目のパスタがベルミチェッリである。ベルミチェッリベルミチェッリとは、イタリア料理で使われる麺類であるパスタの一つ。名称は、ミミズやヒルのような、長い虫という意味の、ベルメの、指小型で、小さいベルメの胃。断面は、スパゲッティ同様に円形だが、スパゲッティよりやや太めの 2.08mm から 2.14mm。 英語読みのバーミセリ、バーミセリという名でも知られている。英語圏では普通バーミセリはスパゲッティよりも細い麺のことを指すが、イタリアでは典型的なベルミチェリはスパゲッティよりも太いものを指す。14世紀のイタリアでは地方ごとに呼び名は異なっていた。レッジョエミリア出身のバルナバダ・レアチニーズは著書の中でトスカーナでいうベルミチェリのことを ボローニャでは、オラチと呼び、ベネツィアでは、ミニタライと呼び、レッジョでは、ファーマンティニーと呼び、マントバでは、パンカルデルと称していたことを書き記している。ベルミチェッリのレシピは、カメルレンゴの料理人などを務め、15世紀のイタリアで、並ぶものがないと称された、巧妙な料理の名称、マンティーノ・ダ・コモが編纂した、シチリアのマカロニとベルミチェッリの調理法に所出している。 同じくマンティーノーの編集した調理法の書でもベルミチェッリの調理法はいくつか登場している。これによれば当時のベルミチェッリは2年間から3年間かけて天日干しされたという。イタリアでは次のようにベルミチェッリはスパゲッティよりも太いパスタであると定義されている。アメリカ合衆国では全米パスタ協会とは無関係が バーミセリーをスパゲッティよりも細い麺であると定義している。アメリカ合衆国連邦規則二21巻では、スパゲッティとバーミセリーは次のように直径で定義される。日本では、食品表示法に基づく、食品表示基準の別表第4に、マカロニ類という項目があり、バーミセリーはスパゲッティよりも細いものと定められている。世界には、以下のような、様々な細眠があるが、 いずれも、英語では、バーミセリと訳されることがある。南アジアでは、ウルドゥー語では、ヒンディー語でというデュラムセモリーな小麦粉から作る麺がある。これらは、ウップマに使われたり、キールという甘いデザートに、米の代わりに使われることもある。メキシコのフィデオ東アジアには、米で作った米粉、小麦で作った麺線やそうめん、緑豆で作ったコナイトなどといった麺があるが、これも、 バーミセリと訳される。中南米には、フィデオという麺があり、チキンスープなどに使われる。エジプトなどでは、米から作るシェレヤという細麺があり、炒め物などに使われている。イランには、レシュテという細麺があり、アーシュレシュテというスープのほかデザートなどにも使われている。ありがとうございます。